ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、石川攻めをしながら旧武田領の制圧していったね。だがうまいように敵部隊が集まらず制圧できたのは坂戸城くらいか。なんなら上田城秀吉に奪還されちゃったしね。その代わり石川の最前線だけは下げずに死守できてるがな。ここがどのくらい耐えれるかで今後の旧武田領制圧が変わってくるんだよね。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は魚津城で威風中発動して終わったんだったな。富山城で威風中を発動しないとこれ以上の進展はなさそうだ。もしくは魚津城でも威風を強にするかだな。敵部隊の攻めてきてる数が多くてややこしいから数字で確認していくよ。現状海津城、魚津城、春日山城に向かってきてるな。目の前に1部隊とその下にいる部隊が魚津城狙いかな。だがいつものごとく兵糧が結構きつくなってきてるな。本当はこのまま増山城に攻めたいところだけど、このまま行くと沼るような気がするから一度騎乗して旧武田領を狙っていこうと思う。結局石川ルートにこだわりすぎると前回と同じことを繰り返すだけになりそうだからな。だから今回は春日山城が攻められるギリギリまでは旧武田領の制圧に力を入れていこうと思う。上田城で一発威風強発動できれば一気に分断できそうなんだがな。お、マリサ、勘がいいね。今回はそれを狙っていこうと思ってるよ。現状唐沢山城、新田金山城を攻めてて、自動的に上田城付近のルートを敵部隊が通っていくから多分威風強が狙いやすくなってると思うんだよね。分断できたら美濃和城、沼田城あたりは徳川家が占拠できそうだな。この辺りに関してはぶっちゃけうちでも徳川家でも制圧できたらいいと思ってる。とにかく自分の腹部にいる敵陣地をどうにかしたいからな。そこまで行けばあとは徐々に敵部隊のコントロールもできてくるはずだからうまくいくと思うんだよね。隣接する城も限られてくるからな。今回は秀吉を制するために旧武田領を制圧する結構重要な回になりそうだよ。そうなることを祈ってるんだぜ。それじゃあまずは主力部隊の騎乗から、重長さんと目を姫さんで春日山城に向かってきてるモブ城主だけ迎撃してから騎乗するよ。小十郎にも魚津城に向かってきてる敵部隊を迎撃してもらって時間稼ぎをしていくんだぜ。小十郎さんは居城も春日山城で近いから多少の遠征でも問題ないだろうしね。我が手にてついえたり。あ、目標変わってそうな動きしだしたな。一回数字で確認していくか。魚津城目標の部隊が消えたな。春日山城は対応してるからあとは海津城だけだね。と言っても海津城も結構ギリギリの対応だがな。森種さんとオジテルさんの武勇に結構かかってる。ただ一応後方からも援軍は向かわせてるから時間稼ぎさえしてくれたら防衛はできそうだよ。春日山城防衛戦、時短のための合戦だな。小マップでの戦い方指南。相手が1部隊の時は最初に先頭の部隊を敵対路に向かわせると、相手は後退して引きこもるからその間に先鋒貯めてボコボコにすることができるよ。カットしてる時にえげつないことしててくさ。これでしばらくは旧武田領の制圧に集中できるはず。石川周辺の敵部隊がどう動いてくるかによるがな。それよりか関東も見ないといけないから結構大変なんだよね。唐沢山城、新田金山城も強撃狙いしながら戦ってるからな。ここで小十郎が最大の仕事をしたな。まさかの正幸さん引き抜き成功。これで新たな城主候補が誕生したな。敵の弱体も含めて最高すぎる。目を姫さんが騎乗したらすぐに領主配置して昇進させていくよ。ついでに七尾城も破壊して嫌がらせもしていく。それは嫌がらせの規模超えてる気がするんだがな。縛り上げなさい。テルマサさん捕獲。キ君にはお使いできます。まあ失敗だろうな。これ処断するかどうかが悩むんだよね。いつ投用できるようになるかによって考え方変わるしな。この先も活躍しそうだし上司っぽいし、処断。引き抜けないならある程度の敵部隊の主力は削るのは仕方ないからな。今のところ主力部隊も困ってないしね。もう少ししたら徐々に次世代のことも考えていかないといけない気もするけどな。あとは城郭不振をさらに押し上げていこうと思う。これでさらに春日山城がカッチカチになるな。プラスして防衛中に城からの攻撃も可能になるしね。まあ鉄壁つけてないとおまけ程度だけど、大体攻撃中に落城するからな。
よしよし、新田金山城方面に結構敵部隊が向かい始めたね。これですぐには魚津城付近も攻められないかもしれないな。海津城もこのタイミングで防衛成功。一旦騎乗して女子姫さんたちの兵が騎乗するの待っていくよ。引くしか手はないか。9万で攻めてきたぞ。場所によるかな。海津城目標だな。これは却下。おかわりで6万持ったな。おかわり久々、おそらく魚津城方面かな。正解、富山城目標だな。海津城に18部隊来てるから防衛ついでに異風境狙えそうだね。旧武田領狙いだったからちょうどよかったな。秀おじよ、海津城狙ったこと後悔させてやる。なんかついでに酔いた城も狙われてるからここは柴田城の吉重さんに任せようと思う。兵力多いし砲術も低レベルだが持ってるから適任だろうな。兵糧も回復遅かったから近場での防衛は輝くだろうね。しっかし偉い遠くから海津城狙いしてるのね。もしかして観光も入ってる？マジで口旅行くらいの距離だしな。まあいいや、ここまで遠いなら女子姫さんたちの到着も間に合うだろうし。むしろ好都合だったな。それじゃあ騎乗できたみたいだから上田城狙いで攻めていくよ。海津城目標ではないんだな。通り道だし、上田城狙いにすることでさらに防衛部隊も集められるかと思って、確かに防衛部隊は余分に集められるかもしれないな。上田城攻めはここに重長さん、重真さん、小十郎さんでやっていこうと思う。最低限の主力でやっていく感じだな。万が一にも酔いた城が陥落するようなことがあったらやばいからね。特性でゴリ押しすればなんとかなるはず。屈辱。唐沢山城制圧。軍団が早く動いていればもっと楽だったかもしれないな。次は新田金山城。兵力がきつくなっても後方の準主力部隊は結構いるから無限に攻めさせていくよ。あとは守りきれるかどうかだな。それに関してはさすがに徳川家も動いてくれると思うんだよね。国峰城も防衛できて余裕もできてるみたいだしな。淡い期待を持ちつつ新田金山城をさらに攻めていくよ。あ、徳川家に防衛頼めるようになってるじゃん。本当に余裕出てきてるな。これはいい兆候。腕が鳴るわい。めっちゃ海津城周辺に敵部隊集まりだしたな。これは本当に上田城で異風境発動できそう。上田城で異風境発動したら相当周辺巻き込めるだろうからな。いかに動きましょう。うおおお、ギリ異風境いけるぞ。これはでかすぎるな。参戦部隊はこんな感じ。上位は兵力多いが特性と武勇のゴリ押しで行くしかないな。ここ勝てれば相当でかいから兵力被害考えずに戦っていくよ。ギミックなしマップだったけど余裕だった。結論、武勇と高レベル砲術は正義。さあお楽しみの異風タイムだね。この世を震わせるでしょ。おおおお、かなり範囲でかいな。まさか。城3つ巻き込みだな。小諸城、松本城を巻き込んだね。欲を言えば上原城も巻き込みたかったところだな。そこまで行けば完璧だったね。でもこれで箕輪城周辺は完全に孤立状態になったよ。これでさすがに徳川家も動くだろうな。よしよしよし、マジで真田家の時の二の舞になりそうで怖かったんだよね。まあまだここから残党処理にすると全然逆戻りもありえるから気は抜けないがな。とりあえず松本城に来てる部隊がまだ多いかな。でもこのまま上原城に向かうか松本城に向かうかでかなり悩む。結局今動いてる敵部隊が次にどういう風に動くかが問題だからな。いや、でも上原城でもう一発威風打つのが一番の理想だから、松本城じゃなく上原城に向かってみて敵部隊の動きを見ていこうと思う。確かにメリット大きい動きしてみて敵の様子見るのもいいかもな。良き手を考えと思ったけど基礎福島城に攻めるのも良きかも。優柔不断かよ。だってこの局面一手で状況かなり変わるだろうし難しいんだもん。一応上原城狙いで少し動かしてみて相手の反応がなかったから基礎福島城にしたよ。一応動かして様子は見てたのか。家康さん、防衛ありがとね。上田城狙いの部隊が来てるっぽいな。でも基礎福島城にも結構敵部隊集まりそうだよ。白
後は必ずや取り返す。富山城陥落。こっちも早くしないと春日山城が標的になってしまうかもな。あまり武田領制圧にも時間をかけれないか。てか攻めてきてた敵部隊ほとんど帰っちゃったんだけど、木曽福島城の防衛部隊も集まるの結構時間かかりそうだな。じゃあ一度騎乗して上原城サイド狙った方が良くない？その方が良さそうだな。じゃあ全部待機場、準備でき次第すぐに上原城に向かうよ。てかいつの間にか徳川家動き始めてるじゃん。これなら新田金山城さえ制圧してしまえば後は任せても良さそうだな。美濃和城を制圧できたら後方の巡守力も上原城周辺ならショートカットできるし、敵部隊集めにも一役買ってもらえそうだ。合計14万来たぞ。人が喋ってる間に、魚津城3万と旧武田領に大量だな。武田領でもう一発威風狙えるようにしていこうかな。1ヶ月カット。それじゃあまた上原城狙いにして余分に敵部隊集めていくよ。やべ、予想以上に松本城に敵部隊迫ってる。これは到着する前に松本城制圧されそうだな。でも敵部隊さえ集まってれば威風強でさらに周辺巻き込めそうだから問題ないかな。城を制しました。新田金山城制圧。これで残すは美濃和城、沼田城だけなんだぜ。あとは徳川家に任せて最前線に向かえるように兵力回復させていくよ。いずれ城は取り戻しましょう。松本城陥落。敵部隊だけとどまらせて威風強狙っていくよ。この城は手放さざるを得ません。魚津城陥落。これで春日山城の道ができてしまったね。動きましょう。松本城の戦い。上田城に攻めてきてる敵部隊も巻き込んでるな。これは嬉しい誤算。威風強で一発状況変えれそうだよ。こちらも部隊数が7だし、さっきの合戦よりは楽にできるだろうな。主力が集まれば負ける心配がなさすぎる。弓のマップだったからより楽だったんだぜ。優勢勝利したから被害も少なめだよ。この世を震わせるでしょ。上田城で威風が発動したみたいだね。まあ松本城でも範囲はあまり変わらなかった気がするがな。これもう一発上原城で威風狙えそうな雰囲気。しれっと春日山城に攻めてきてる部隊いるな。これは後方の部隊に任せるとしよう。最後に兵力確認しようかな。秀吉前回より兵力増えてて草。九州方面がかなり押されてるのかもしれないね。でも確実にこちらの地域は城も増えてきてるから、機内含めての周辺は兵力少なくなってるはず。次回あたりで旧武田領は制圧ができそうだな。それに徳川家も機能し始めるはずだし、ようやく思うように攻めることができそうだ。武田領も一気に領内諸策やりながら本拠地移動もやっていきたいところだな。そろそろ最前線も広がってきてかなり遠くなってきてるからね。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。